ですね、こちら農夫で産休さんしなんですね、工藤さん、このコースいかがですか。はい、いや、撮ってた島星が言ったんですけど、はい、ものすごい落ち方をしたということを言ってましたね。続く2回戦とはセリーグ4番の DeNA 筒香選手です。こちらツーベースヒットだったんですね、稲葉さん。そうですね、はい、これもまあ外のダブルで強い球なんですけども、本当にあのうまくね弾き返しましたよね。すごいですよね。いやー、今日のホームランダービー、筒香選手大活躍でしたからね。そうですね、出てましたからね。はい、その後ワンアウト三塁となり、6番ロペス選手に大谷投手先制タイムリーを、はい、こちらですね、ワンアウト三塁で6番ロペス選手に先制タイムリーを許してしまいます。これで1対0セリーグが先制です。さあ、2アウトとしてこちら8番川端選手の時にですね、首を振って、これ今日最速の159キロが出ました。その後にこれ94キロのカーブでスリーアウトだったんですけれども、2回1失点。栗山さん、どうご覧になりました。まあ、僕は あんまり良くない方が嬉しいんで、反省して後半に入れるんで、 あんまりいいと余計なことになるんで、僕は嬉しかったです。厳しい声と、すると3回へワンアウト1、2塁のチャンスで、パ・リーグはこのロッテ清田選手とスリーランで勝ち越します。鮮やかなホームランでしたね。そうですね、素晴らしいホームランでしたね。はい、それでパ・リーグ4セリフ1、4対1でパ・リーグが、勝ち越します。5回裏こう大歓声上がりましたね。ファンの大歓声に迎えられて、巨人鈴木選手がダイソーで登場です。さあ、その初球、こちら2塁へ盗塁成功です。プロ19年目でオールスター初出場の鈴木選手が走れ見せます。いかがでしたか。いや、もう来ると分かっててこれだけ完璧に走れるっていうのは、本当すごいですね。いや、足で見せますよね。こう会場も大盛り上がりでした。はい、さあ、チャンスが広がり、 DeNA の梶谷選手タイムリーツーベースで鈴木選手がホームイン。これで同点となり、6回の表です。セ・リーグのマウンドは2番手藤浪投手、パ・リーグ森友哉選手と大阪桐蔭高校出身対決です。2人バッテリー組んでいましたからね、注目が詰まった対決ですが、高々と打ち上がった打球、なんとですね、これ天井に当たってますね。なかなかないですね、ここまでの高いフライですね。見たことないですか。東京でも見たことないですね。この樹木対決、工藤監督いかがでした。やっぱり速いボールとスイングスピードがないとここまでのやっぱり高い打球にならないんで、まあ、これもやっぱりこう、ね、スーパースターたちの、まあ、一つのこう特徴というか、はい、っていうものが見えたんじゃないですかね。どよめきがいました。じゃない人も、ね、驚いていましたね。ただ森選手はかなり悔しそうでした。さあ、続くバッターも大阪桐蔭出身で西武の中村選手、これはショートフライに藤浪投手打ち取ります。3人目も大阪桐蔭出身、日本ハム中田選手、レフトフライ、藤浪投手3イニングをパーフェクトピッチングで終えました。するとその裏、セリーグの打席は巨人阿部選手です。レフトへの決勝のソロホームラン、オールスター初戦はセリーグが勝利です。そしてですね、第1戦の MVP には藤浪投手が輝きました。ファンの方にね、一番に楽しんでもらえるようにと思ったんですけれども、それがいい結果につながってよかったです。力勝負できて、はい、特に森さんを抑えれてよかったと思います。 MVP の賞金300万円です。どうしましょうかね、はい、両親にあげます。